第5回「第5回ムックスタディ、はい、日本の歴史」でございますけども、はい、今回は、えー、幕末の京都での動きパート 1, 1でございます一応ねあの前回4回で言ったんですけど、はい、まあちょっと物の見方がねどっちがいいもの悪者見たくなっちゃうんですけど、はい あの当時としては幕府が正当な政府で、はい、それ以外はそれを倒すから今でいうテロリスト側になるんですけど、えー、と今の解釈はまた違いますけどねその動きをちょっとやっていこうと思うんですけど、はい、お願いいたしますえとまずなぜ京都かっていう話なんですけど武士社会っていうのは基本的にあの儒教っていうのが儒教とか朱子学っていう要するに 上のものもを敬いなさいみたいななさみたねそういうとこがあってで日本ってちょっと特殊なので他の国であると一番上を倒して自分が一番上に立つのが一般的なんですけど、はい、なぜか日本は天皇はそのままに残しながら天皇から権力を譲り受けるっていう形であの政権を取るっていう。 そういう形をとってたんで徳川幕府も将軍であるけどじゃあ将軍を任命したのは天皇になるっていう感じなんで自分で自分が王様になるんじゃなくて一応天皇からあなた将軍としてあの全体を見てくださいよっていう風なことになってるんですよ。でそこに目をつけた人がいてとなると将軍より天皇の方が偉いんじゃないかと。ただし えと江戸時代に近中並び、えー、と公家諸発徒っていうのがあって天皇および公家は政治に口出しできないという別の法律があるんで一応名分的には天皇が任命した形になりますけど一切の政治活動ができないっていう状態になってるんですね。って時に将軍の力がこう弱まっていった時に弱いって言ってもまだ全然強いんですけど京都を抑えて天皇から。 えと要するに天皇自らが政権を取ってで天皇自らって言いながらまた同じことをやるんですよ。うん、天皇から自分たちにやりなさいって言わせてうん、うん、自分たちが天下を取るっていう風にするから京都で天皇の奪い合いというかこっちサイドに来いよの取り合いをしようとなるわけですよ。<laughs> で一番進んでたのが、うん、実はあの。 水戸藩なんですけどで、水戸藩って何かっていうと、あの水戸藩ってあの水戸黄門でおなじみですけど、もともとは将軍家の、えーえー、要するに徳川家康の息子が何人もいるんで、そのうちの一人が起こした家で御三家って言われてるんですよ。御三家って聞いたことある。聞いたことありますよ、うん、大体なんか 3, 3人組出てくると御三家っていうね、うね今の時代でも。うん、要するに天 もともとの天皇家に跡取りがいない場合はその御三家の中から跡取りを選ぶっていう、まあ、天皇あじゃあ将軍家のバッサポート家みたいな感じなんですよ。でらにもう一個さらにその御三家もあんまり男の子が生まれにくくなったんで御三経っていうのが。はいうん、御三教うーん ってていうのができてそれをまとめて徳川の親戚なんで審判って言われてたんですけど、うん、で徳川家康はすごいあの統治能力を持ってたんで幕府を作るる時に歴代の長期政権を取ろうとして取れなかった幕府とかいろんなものを研究してたんであの絶対に組織が長持ちさせるようにっていうことで身内の介入を 受けると必ず骨肉の争いして内部崩壊するっていうのを知ってたんで将軍家以外の審判と呼ばれてる人たちは待遇的にはいい待遇するけど政治には参加できないっていうルールを作ったうん、うん、だから御三家って格式は高いしレベル高いけど政治介入はできないっていう状態で,でその時に。な なぜかこれ将軍家と近いのに、まあ、政治参加できなかったっていうのもあるけど、うん、水戸藩か尊皇攘夷っていう言い出したんですよ。あもともと。尊皇攘夷って何かっていうと尊皇っていうのは天皇を敬う、うん、っていうことは将軍じゃないよっていうのがちょっと言外に含まれてるんですよ。うん、天皇の方を敬うと。で攘夷だからあの外国人を排斥するという思想なんですよ。 尊王でえっ、ー、とそいち早く水戸藩はそれになったんですけどそこで自滅してあの超初期の段階しかなくてそこからその水戸藩の影響を受けた人たちが全国にこう散らばって活動するようになったんですよ。その一番有力な藩が長州藩。長州藩とか。 えー、土佐藩の土佐藩って二2つ上司と下子っていうのが分かれちゃうんですけどうんうん、うん、いわゆるそれ知ってますよ、うん、龍馬伝でそう龍馬伝で出てる、はい、えと上司っていうのは徳川政権になってから後から入った山内家の家来たちで菓子っていうのはもともと四国の高知は長我壁っていう人があの治めてたんで、はい、長我壁の家来だったのが下子、うん、で同じ 家来なんですけど明確な身分差別があったのでうんみたいですね、うん、その家史の人たちが尊皇攘夷派としてこういて、うん、だからあの都産はまあ分裂してる状態ですねうん上司は当たり前ですけど徳川に恩しかないんでん後から入った人たちなんで家史の,の人たちで当初は薩,薩摩藩も尊皇攘夷派が多かったんですよ。うーん ただ、うん、やっぱり薩摩藩は下高なのとその中の最後もかなり下高というか政治力がすごくあったのでこれ単純な尊の上位派だとダメだということであの後部合体派っていうのが途中で出てくるんですよ初めて聞くフレーズですね、うんうん、まず尊の上位派は単純にまあ極論言うと倒幕派になるわけですよ、うん、天皇を敬ってえっ、ー、と外敵要するに外人を 排斥するで、えー、っと幕府側のことは砂漠派って言って幕府を左って書いてそれ「助ける」って読むんですけど幕府を助け砂漠派だから尊王攘夷派と砂漠派とその中間にいる後部合体派っていうのがあって後部合体派っていうのはあの将軍家と天皇家を合体させて一つにしてただし今まで徳川型優先になってたのを もうちょっとこう要するに全国民的に参加できるようにしようっていう,うこの3つ、ね、になってたんですだ現代から見ると高部合体派が理にかなってるんですけどす、ね、当時としてはどっちなんじゃいみたいななるほどまあもう白か黒かみたいな、ね、そう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 、うん、でえっ、ー、と一時あの要するに成昭っていうのはあのちょっと前であのこの番組では死んじゃったことになってますけど、うん あの成明が後部合体派ののの中心だだったのねだからそ斉姫姫を一応成明の娘養子にして、うん、それを、えー、将軍家にやって、はい、で厚姫あの徳川っていうのは徳川じゃなくて薩摩っていうのは公家とも親戚関係にあるから実質薩摩を通じて天皇家と、えー、将軍家を結びつけようと斉姫を。うんうん であの働きかけてそれのもっとすごいの働きかけて当時の天皇の孝明天皇孝明天皇の妹の和宮を天皇の妹を将軍の嫁にしようということでもう親戚にしちゃったら将軍を倒そうって言ってるやつがあの天皇を担ごうとしたらでも天皇の義理の弟になるから。 こう倒せないんじゃないかっていうことで考え出されたりはしてたんですよ。うんうんまあ、まさにそのの時代の <laughs> 考え方ですよねでただそのどっちかというと最初は倒幕派がすごい勢いがあったんで、うん、主に長州派、はい、でその人たちは下級武士たちが多いのね。あの長州の場合、まあ 上の方もちょっと過激なんで強烈な倒幕志向なんでうもう何が何でも倒幕派っていうことでこの間がない状態、うん、で、まあ、京都で暴れまくっててあと公家の中の若い旧進派の公家って言われるんですけどそれも倒幕派ただちょっと長老の公家の人たちはそんな過激なことを求めてないのね何せ平和が一番じゃない、うん、だって自分の地位が安泰できるから あのどこの時代でも地位がある人って革命は起こさないんですよだって自分は安泰だから、うん、身分が低い人が革命を起こすとなるのでる、うん、だから公家の中の若手は、えー、長州の人たちと組んで倒幕派になり、まあ、尊皇攘夷派で西郷は尊皇攘夷派となる尊皇攘夷派だったんですよ、ねはい、あの西郷というか薩摩藩が、はい、一時。うん なんですけど、あの、後部合体派に若干こう、変わりつつあるっていうか、まあ、正式に変わったんですけど、た時に、最初は長州と一緒に似たようなことやってたんですよ、京都で。いかにどうしたら幕を倒すか。それが、でえっ、ー、と、長州も同じだから、仲間だと思ってたのが、その時に、あの人たち、超過激派の人たちなんでね。 長州,が長州が。そ,、うん、その攘夷派の人たちはめちゃくちゃ過激うん、うん、だからもう、えー、と暗殺とか要するに、えー、砂漠派の人たちを見つけては殺したりとか要するにテロリストそうすると怖いからこっちも強力な部隊を投入しないといけないということで新選組が砂漠派として要するに幕府側として。 なったんですよただね面白いことに新選組って最初あの東京で募集をするわけ腕の強いやつで京都の治安維持のために働きたいやつ募集って言ってそうすると、まあ、腕のあってあの地位とか低い人はここぞとばかりに活躍できると思って募集に応じて京都にこう上がっていくでその募集した人が清川八郎っていう人でこの人ね ものすごく、まあ、頭がいいのと食わせ者だったんでその幕府が自ら集めた軍隊をじ自分が一応名前上長になって乗っ取ってそのまま倒幕派にしようとしてたわけうんだから幕府に集めさせたゃってその軍隊を通じて幕府を倒そうとしたんだからこう何で二枚舌でだから二重スパイみたいな感じのねうん状態で行ってで京都に行ったら これから倒幕するって言ったら「いやそんなつもりむしろこれ幕府を守るためだろ」うって言って内輪揉めして京から八郎たちだけ抜けて、うん、で残った人たちで新選組っていうのができて、ね、で、えー、と京都をもともと管理してたのは京都守護職って言って会津藩会津藩っていうのは松平家なんでうん、うん、松平家っていうのは審判で要するに将軍家の親戚、うん、えと一番最初の元は、えー、家光三代職家光の、うん えー、義理の弟これね二代将軍の秀忠が、うん、奥さんが織田信長の娘なんでん怖くて浮気できなかったわけあ,あの時代っていうのはあの浮気というかこう <laughs> 目かけが当たり前なんだけど怖っっていうのは織田信長が怖かったってことね、うん、もう死んでんだけど奥さんもあめっちゃ怖い共妻家なんで, <laughs> で秀忠って真面目な人だから従ってたんだけど一回だけ過ちを起こした時にたまたま 子供ができちゃってこれ知れたら殺されるっていうことで内密に隠し子として育てられただからあのその子は将軍の直接の子供だけど、うん、自分は将軍家だと思っての子だと思わないで育てられたと。なで,で秀忠が亡くなって家光の時に後々これは弟じゃないかと。 義理っていうか母違いの、うん、違い母違いの弟じゃないかっていうことで家光はあの味方がいなかったんですごい助かるっていうことでめちゃめちゃ重宝してさらにこの人超優秀だったわけうん、うん、星名正義っていう人なんですけどうん、うん、その人が家光を助けてあの幕府の基盤を作ったそれが会津藩に行って。 で会津藩の殿様になったそのやつがあるから将軍家べったりなのね会津藩っていうのはうだから将軍家としては最も信頼できる会津藩に京都を守らせたとその会津藩預かりの直接の,その幕末の志士と対決するのが、えー、新選組と、まあ、長州過激派と薩摩の過激派と土佐の過激派が まあ、京都で入り乱れて大乱闘をやってるわけですよ。すすごそうですねそうそうそうでしかもその時当たり前だけど両方とも殺すつもりでやってるんでい片一歩は、まあ、当時としてはテロリストねまだ政権取ってないからあのもう要人を殺そうとしてるわけもう何だったらあの関白とかああいう偉い人も殺そうとしてるわけそれを守るのが一応新選組なんで、うん、だから 当時としては新選組の方が正義があるっていう感じね。ううん、そういう感じで入り乱れてくる。で摩は最初は長州側にいたんだけどだん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 こうやっぱ政治的に非常に大人というか木を見るに瓶っていうか非常にこうなんていうのね 遠くをを見ながら目先を変えるところだから長州は良くも悪くも不器用なんで倒幕って決めたら倒幕で摩は遠くに倒幕があるんだけど今は倒幕の時期じゃないなっていった時はおとなしくしてたり逆の立場になったりするんでんその大人の中心が西郷なんで<ー>非常に政治力があるっていうか清見という瓶でだから西郷の見立てで間違ったことは一回もないの、ね、よ常にあの勝者の側にいるっていうのがう その、えー、と薩摩の中心人物が最後、うん、で京都がそんだけ危ないから最後じゃないと収まらないからあの成明さんが死んだ時に成明派の人は一掃されて最後も島流しにされてるんですけど、うん、当時久光さんの,あの薩摩で政権を取ってた。久光派の ところに大久保大大親友の大久保がいた時にこれはもう西郷じゃないとこの京都は治められないからっつって懇願して,西郷を呼び戻して京都の責任者にしたんですんでそっからその幕府と長州の間の西郷を率いる薩摩藩が非常に微妙な動きをして政権を奪取していくっていう話なんですけど。 そっから次回ですね。そう、ええ、そういう。その時の長州は。だからあれですね、木戸さんとか、高杉晋作、そうそう。あのね、高杉は過激の中の過激だから、あまりに過激だから、あの長州の牢屋に入れられて、危なすぎて京都には入ってない。えあ、そっか。そうそう。で、桂心と草下源瑞っていうのが中心となって、いろいろやってて、あの。 高作は過激中の過激なんであの藩が止めたっていう <laughs>、うん、暴走を恐れてまあでもすごい時代ですねうん本当にすごいな本当、うん、にあれですねあの明日生きてるかどうか明日でじゃないですね何分ぐらい生きてるかどうかわからない本当に状況ですよね、うんうん、そうだって今真剣持って振り回してる時代なんですごいな、うん、という、えー、幕末